はい、こんにちは。それでいいんです。行きましょう。ゾロ目の日だけ金作パチンコ&パチスロー企画的なやつ。相変わらずの目利き発車なんですけど、とりあえずですね、ちょっとね、今 YouTube とかね、まあ、YouTuber 的な活動をまあね、いろいろやっていこうというわけでね、まあ、在宅ワークの一環というか、まあ、まあ前はね、ちょっといろいろ在宅ワークやってたんですけど、まあ、それとはまた別でね、まあ、YouTube だけで生計を立てていくっていうのをまあやっていくわけなんですけども、まあ明らかに多分まあ足りないと、まあもちろんだから YouTube の活動を頑張りつつっていうのはやっていくんですけど、まあ、そのサポートするためにね、まあ、ちょっとした副業も考えれば、あとちなみにこうやってまあ動画化することによって、まあ、YouTube の活動のまあ補填にもなるよねってことで、で、それをまあみんなに聞いてみたんですよね。まあ、どうなのかなと。とりあえず、ゾロ目の日だけ、例えば2月だったら2月、2日とか2月22日とかね、まあ、2月20日がゾロ目かっていうと微妙なラインだし、多分今月の2月20日ちょっと予定があるんで、多分やれないと思うんで、どっちみちなんですけど、まあそういう日だけ限定で、ちょっとやっていこうかなと。まああんまりね、結局そんなパチンコパスロー、仮に稼げるとしても、そればっかりやったら YouTube の活動がおろそかになって本末転倒になっちまうぜってなっちゃうんで、まああくまでもね、ゾロ目の日だけっていうね。だからしかも結構少ないんだよね、ゾロ目の日って。1月、2月、3月は、あ、でも3月もないよね。3月33日なんかないからね。まあ3月30日をゾロ目と呼ぶかっていうと微妙なラインだけど、まあ、そんぐらいしかないから。で4月以降は、多分、ねえ、あれだもんね。もう、月1ぐらいしかないから、まあ、いやそんな頻度は高くなくないから、まあまあ、どうなのかなっていう感じなんですけど。まあ別に、あと、まあ、ゾロ目の日が強い日かっていうと、もうそういうわけでもなさそうだなっていう、まあ感想なんですけどね。まあ私としては、まあ、しかもまあ、久しぶりに出かけてみて、まあいろいろね、ホールさん今日見てきたんですけど、って感じでした。はい。まあ、で、一応、まあ、パッといきますか。あんま長々とする動画じゃないんで、これがね。で、とりあえず、まあ、一応、最初に撮ったアンケート。これが私が出かける前のアンケートかな。賛成が 46%、反対が 54%。まあ、全13票でね。で、その後、私が帰ってきた帰宅後の話なんですけど、帰宅後を見ると、20票になってまして、賛成が 55%、反対が 45% ということで、お、意外と賛成が、よく、ね、伸びてるということで、まあ、この、ね、まあ一応これ結果発表なんですけど、もちろんね。このね、賛成した方々が、まあ良かったかどうかっていうような話でもないですけど、まあお気軽に本当どうぞって感じでやってたんで、まあどうなったかをこれから、パパッと説明していきたいと思います。あ、そっか。結構編集でいっか。ちょっとね、まあ私的に結構編集しないでパパッと撮りたい動画だったんですけど、ちょっとだけ編集入れます。とりあえず今回実践した機種はこちら。で、多分いろいろ入ってると思うんで、はい。いろいろっていうか、まあ、ただ、出してると思うんで、まあ、今日はね、まあ、ファンキージャグラーですね。はい。まあ、やっぱ私ね、打ちたい機種が実は言うと、もうあんまりなくてね、また結構、元々私が好きな機種って偏ってるっていうのもあるんですけど、まあ、ただ、今日見に行った感じだと、かなり、ミリオンゴッド、神々の凱旋。凱旋は結構出てましたね。まあ、ゾロ目の日の補正でもあったのかわかんないですけど、ただ、まあ、旧イベピとかはちょっと違うホール3なんですけどね、全然関係ない、2日とかは。関係ないですけど、ゾロ目の日もあんま強かった記憶はわかんないですけど、でも結構で、凱旋はね、しかも前代埋まってて、全然やれそうになかったんで、まあ、あと、ちなみに私あんま凱旋好きじゃないっていうね。あんま勝ってないんですよ、凱旋。凱旋ね、あんま勝ってない、本当に。打つと大体なんかね、しょぼい引きで終わるんですよね。赤7とかよく引けるんだけど、全然。しかも未だにゴッドはいかん引けたことないね。私、ハーデスがめちゃめちゃ相性良くて、ハーデス大好きだったんですけど、ハーデスも撤去されちゃいましたからね。悲しい。というわけで、まあファンティージャグラーなんですけど、で、こっから行くかな、バーンって。とりあえず、こちらですね。ちょっとデータランプを上にした方がいいか。ここはね、とりあえず、ビッグゼロ、レギュラー3、286ゲームで落ちてた台、合算は134分の1、ちょっと遠いかい？はい。で、まあ、まだ、ほんと404回年しか回ってないやつ。だからまあ、パッと見強そうだねってぐらい。ただ、まあ、ファンティさっき多分データ出してたと思うんですけど、
ファンキーってどっちかというとビッグ先行になりがちというか、だから別にバケ戦、まあレギュラーが先行してるからつっても、まあ打てるかつうとまた全然そうでもないんですけど、まあただ確率見てもらえばわかると思うけど、結局高確高設定のが結局、まあレギュラーバケも引きやすいっていうこともあるんで、まあちょっとバケ戦で、しかもまあ400回っててビッグ0ってことは、まあビッグ1ぐらいは結構早めに落ちてくるだろうという計算でね、うん。まあ、私なりの、まあ結構オカルトとかデータ読みとか結構まああるし、ただジャグラーってぶっちゃけで言うと、設定推測めちゃくちゃ難しいんでね、本当に。これ実は上なんじゃないかなと思ったら実は1とかね、1がたまたま本当にめちゃくちゃ上ブレしてる1とか、で、これ弱えな1なんじゃねえかと思ったらめちゃくちゃ下ブレしてる6とかね、全然ジャグラーってあるんで、はい。たかが1日に回せる8000回転とか1万回転よくても。で、その程度のデータだとやっぱり大してね、見切れないんですよ。たかが1日で打てるデータってね。だから10万回転とか何十万回転とか回して初めて、その、なんか、近日っていうのかな、その設定の近日みたいなのが出るみたいな風に言われてるらしいんで、ぶっちゃけだから1日の私はそんなんで設定推測とかたかが知れてると思ってるんで、基本的にはもうブドウも数えねえし、何もしねえっす。うん。まあそれはもう自分が、まあ、私はどちらかだからオカルトチックですけど、ただ私はマジで言うけど、ジャグラーはめちゃくちゃ勝ってます、マジで。基本打ったら負けないですからねってぐらい強いです。うん。まあそれをまあ、これで証明できたらいいですね。じゃ続いて見ていきましょうか。次。これはただ、あ、違う、ペカった時に取ったわけですね。まあ気にしないでください。一応、ペカリ取って、あれですね、データ取って。で、あ、これね、そうや、あ、よく見たら、最初の段階取ってねえやって。これ確か2000円ぐらい入れた時かな。2K 入れた時ぐらいに取ったやつなんで、最初は250ぐらいだったのかな、確か。落ちたのが。うん。で、それを打って、353。まあ、3K で当たりましたね。でも割と悪くないですよね。多分100ゲーム、3K で100近く回ってるから、まあ、そんなにね、ブドウの落ちも悪くねえし、まあいいんじゃないかなっていう感じで。で、これで何を引いたかというと、まあ、そうな、これね、そう、点滅してるから映ってねえってやつね。これね、化けでしたね。あ、これ、ここ見えるかな？はい、化けでした。うん。ネガさんが121分の1になりました。まあ、悪くないですよね。うん。まあ、まだ全然待ってない。あ、そうね。80ゲーム回したのか、そっから。うん。で、投資は 3K なんで、で、まあ、化けなんで、まだマイナスですけど、ほぼまあ、若干マイナスぐらいね。うん。で、そっから打っていきますところ、引きました。13ゲームでビッグですね。これ、あれだな。多分ね、順番結構私、これ、編集で入れ替えてもいいんだけど、とか、まあ、ファイル入れ替えてもいいんですけど、まあ、ランプ見せた後にゲーム数の方がいいかもしれないけど、まあまあ、まあ、ビッグ揃った時に撮ったんだけど、これ。別に名前入りしたわけじゃないんだけどね。うん。まあよくあるやつなんですよ、これ、本当に。ジャグラーあるあるっていうか、結構やっぱり、結構、なんていうのかな、深いとこで、なんか化け引いた後って、まあ、すぐ割とその直後に浅くビッグ引いたりとか、まあ、化け連もあるけどもちろん。うん。とかもありますよね。これでガッサン96分の1です。めちゃめちゃ強いですよね。うん。これは、もしかして積もったかなんてちょっと思うじゃないですか。まあまだね、本当でも、この程度じゃまだわかんないです。特に、ゲーム数少ない間の、この合算の強さなんか高が知れてるんで、すぐどんどん弱くなるからね。うん。で、ここで、またペカりましたよ。あ、これね。これね、あれなんですよね。まあ、私はこういうデメ嫌いじゃないんですけど、基本的にやっぱバーでしっかりとチェリーをサポートした方が、まあ、かちゃんとね、出玉を稼ぐっていうか、要はね、そんなに損失なくやれるいい打ち方なんですけど、まあ、やっぱ公約こぼすのはね、マイナス要素ではあるんですけど、ただ私、これはオカルトなんですけど、適度な親父打ちみたいのって、割と重要だと私は思ってるんですよ。これは本当オカルトでしかないんで、誰も信じなくていいんですけど、ね、マジででもありますね。うん。いや、結構これ、多分何回か私この、まあ、ペカったやつで出すと思うんですけど、割と私が、こう、あえてやった親父打ちした時とかに、意外とペカるの、本当に。あえてバー避けて、うん、やったりとかすると意外とペカるから。だから、あえてなんかずっとその、バーをサポートし続ける打ち方よりも、私は個人的にちょこちょこ適当打ちするみたいな、親父打ちするみたいなやり方が結構好きですね。うん。これはもう知らないけどね。わかんないけどね。これ135ゲームですね。うん。ちなみに私は一応、138ゲームまでが私の一応打つラインで決めてますね。一応ね。まあ128だったり人それぞれだと思うんだよね。150だったりとかするかもしれないし。うん。まあ挙動にもよるけどね。うん。特にまあ設定強そうだなと見たら300までは打つとかね。300までに当たり引く台だったら全然オーバーとかっていうこともあるしね。まあそれはまあ台の挙動によりますけど。うん。123分の1。で、これがさっ
切り枯れて勝ったやつで、これが何かって確かこれ化けなんですよね。はい、化けです。化けめっちゃつくーっていう、まああんま嬉しくない展開です正直言うとね。ぶっちゃけだから設定なんで見ないかっていうのは、あの結局ちゃちゃっと持って帰ってパパッと切り上げて、まあ帰るなり次の台行っちゃおうかなみたいな、そんな感じなんですよね。あ、ちなみにここか、ここでビッグ4か、さっきのとこか、ここでビッグ引いた時点でプラスなんですよ、ここで。はい、なんで 3K しか投資してなくて、まあ、ビッグもうこれなんなら0ゲームやめてしても、もうお持ち帰りすればまあね、プラス運善にはなるんですよ全然。なんでガチガチの時はもうあの勝ったら帰る、これ結構重要なんですよね。パチンコパチンコで勝てない人ってこれができない人だと私は思ってますからね。私がすっげーガチだった時はもう500円、 1K1000 円だけじゃなくても500円でも浮いたら買えるっていうね、もう即ね、即やめ即帰り、もうあの上皿だけ、パチンコだったら上皿だけ飛ばすわとかもうやりません。もうすぐ買える。だからそう、スロットだったら下皿とかも全然気にしない、気にしないでもうそのままゼロゲーム即やめするよとかって全然あるやつね。まあもちろんループとかがある台とかは別かもしれないけど、最低限見るとこ見ますけど、ジャグラーはだってどこでもやめていいから、どこでもや、どっから打ってもいいし、どっからやめてもいい台なんでね。これは徹底できると強いんですけど、ただ今回はもう少しだけ、しかも月に2回かな、2月はね、それしか打てないんだったらもう少しだけ回収して帰ろうかなと思ってたんですよね。まあそこで欲を書くことがうまくいくかどうか、それ重要ですよね。実際でもね、自分がなんか運試しというか、お座りでまあなんかこう、確信が持って座った台がその通りに出てプラスになったんだったら、もうそれがすでに幸運なんですよ。その幸運を、なんかもう欲張って、ダメにするのが一番良くないんでね、どんどんドツボにはまるんですよ、パチンコパチスロって。で、しかも一回出玉持ってた分だけ、せめてそこまで取り返さなきゃ、なんか納得いかねえとかっていう気持ちが湧いてきたりして、帰れなくなっちゃうの。そういう人は向いてないからやめた方がいいと思う。結構ね、ありますけども。では話戻しますけども、とりあえず馬券はまた引きました。続きましてこちら、ね、ほらこの親父打ちペカリめちゃくちゃ多くないですか。これなんですよ。なんか下手にバーサポートしなくてもよくねって思うことは結構ありますよね。でこれが何ゲームかっていうと、まあ結構ハマったんで288ゲームまで行っちゃいました。これがあれだね、出玉ギリギリかな、確か出玉ギリギリでなんとか引けたぜって言ったところだったっけかな、確か。待って、1号でしょ。そうだね、今ペカってたよね、ペカってますね。ほんでこの後が、10ゲームですね。はい、10ゲームで何引いたかっていうとちょっと分かりづらいねこれね。10ゲームでビッグ引いてたってことでね。そうですね。でこの後か、あ違う、10ゲームビッグ引いて、でこっからが勝負ですよね。で、私、この後、とりあえず、まあ、まだ26の段階なんですよね。26で、まあ、もうちょっと、まあ、ちょっとさらにちょっと重くなってきたのが目に見えるじゃないですか、結構。やっぱこの台ねえかなって、まあ、合算131分の1だけど、まあ、言うてこの回転数の131分の1って本当弱くて、まあ、打てたもんじゃねえなってことで、まあ、そろそろ切り上げようか、どうしようかってところなんですけど、まあ、私は一応この台ありかなと思って、もう少しで追っていくんですよね。で、追うとこうなりました。449ゲーム。あ、1万とちょっとかな。いや、1万1000円ぐらいかな。一応、このデータ的な感じでいくと、まあ、2ビッグは返ってくるかなっていう体なんで、割としかも多分2連ビッグぐらい返ってくるかなっていう感じの感覚があるんですよ。なんかもう、これは説明できないんだけど。なんで2連ビッグ返ってくれば、まあ、大体ね、まあ、500枚ぐらいは出るわけですよね。そうするとまあ1万円ぐらいだったら、まあちょうどトントンぐらいだから、まあ2日ってところで1万円打ち切りそうになった時にギリギリ引いたやつですね。で次の1000円入れるかどうしようかなって考えた時にちょうど引いてくれたんで、思って、じゃあこれビッグだったらワンチャンやなってところで、449ゲーム、ちょっと分かりづらいなこれ。ちょっと分かりづらいですね。でこれが点滅してきた、あビッグだったんですね。これちゃんとビッグ引きまして、はい、でこの後の挙動に期待だね。こっからビッグレーン引ければ、まあ、全然帰ってくるなっていうところですよね。まあ、ただジャグラーもさ、新しくなって出玉は減るんですよね。ただその代わりベースが上がるらしいですね。でこちらですね、55ゲームで
ビッグを弾きました。で、55ゲームだったんで、特殊 BGM っていうかが聴けるんで、これ一応ね、ちょっとだけ撮ってきたんで、よかったら聴いてください。ここは多分編集で入れてると思います。というわけでいかがだったでしょうか。いい曲ですよね。結構私好きなんですよね。ジャグラーのこの一次連とかの、まあね、軍艦マスとかもそうですけど、まあ、結構いろいろ何曲かあるんですよ。それでね、ちゃんとゾロ目で、しかもゾロ目の日の動画にしては結構、まあ、ふさわしいじゃないですか。まあ、なんなら22ゲームで弾いてほしかったんですけど、さすがにそれはね、っていう。うん。で、ビクして、弾いてガスさんが142分の1まで戻りました。そしてこの後ですね。で、ここで、とりあえず、一応トントンぐらいになったんで、とりあえず一回、まあ、138ゲームぐらいまで見つつ、その間に弾けたら、まあ、うん、まあ、よし。ダメだったら、まあ、ちょっと下げて、まあ、若干マイナスで席離れようかどうかですね。次の台行くか考え始める頃ですね。うん。で、ここでペカりました。あ、なんだ、ここバーサポートしてますね。で、何ゲームかっていうと、見えません。点滅してるんで見えません。じゃあ、終わった時に撮ればよかったね、これ。終わった時か、うん、そうね。これ何ゲームだったかな ?40 ゲームだったのかな本当かな。でも多分ビッグだったのかなこれは。うん。わかりづら、これ。自分、我ながらわかりづらくて申し訳ないね、これね。本当に。で、ビッグ引いてましたね。で、ここで、まあ、138まで終わったということで、101ゲームで引きました。うん。まあ、ジャグレン、私的には138までジャグレンのつもりなんだけど、一応ジャグレンって100ゲーム以内とか言われてますけどね。まあ、特になんもないんですけど。はい。で、ガサン140分の1。はい。で、ここはバケでした。というわけで、RB ですね。まあ、57と。で、ガサン130分の1になりました。はい。で、ここでさらに、まあ、これはいいですね。親父打ちペカリですね。はい。いただきました。親父打ちペカリ。で、これが、まだ映ってないんだけど、これ多分あれじゃないかな。バケ。これ何ゲームだった？これがあれじゃないかな。62ゲームだったやつじゃなかったっけ？あ、違うか。それはじゃないやつかな。62ゲームのやつね、ちょっと話したいんだよな。で、またバケだったんですよね。でもガス122分の1。悪くないですよね。うん。で、出玉もちょっと乗っかってきてる状態ですね。はい。で、またペカありますよ。これ先ペカだったのかな？割とでもペカペカった後に結構レバーオンしちゃって、あーって時が何回かあったかな。あ、これが60ゲームです。これが、何がいいかって、これね、ちょうど、このタイミングぐらいで、カメラ、押さえてたんですよ。撮ろうかなと思って。なんで撮ろうかと思ったっていうと、まあ、ベースが良かったから。これまだ、あれ、クレジット内なんですよ。で、クレジット内で結構回ってくれるとき回るんですよね。だから結構50超え始めた頃から、あ、これはちょっと動画で説明したいから、ちょっと撮ろうかなとか思ってたら、ちょうどね、その出玉が終わる頃に武道連して、62でペカったんですよね。で、まだちょっと出玉あったぐらいなんですけど、すげえ、まあ一番私回ったのね、いくつだったかな、クレジット内っていうか、まあ大体昔は1ゲームのベース全部計算したんですよね。うん。計算っていうか、取ってたんですよ。1ゲームで何ゲーム、1000円で何ゲーム回ったかっていうベース。まあ、ほとんどパチンコ打ちだったんで、まあ、パチンコで結局、クリの良し悪しを見るために、1000円で 何回で回ったかで全部メモしながら打ってたんですよ。なんで、まあ、その癖もあって。多分、でもかなり、100は超えたことないと思うけど、80いくつだったかな、1000円。その 1K の分で回ったの。うん、まあ、リプレイとね、まあ、チェリーと。まあ、親父打ちしてるから、チェリーあんまサポートしてないとかあるんですけど、間でね。まあ、普通普段は結構やってて、1割、2割が親父打ちって感じかな、適当打ちしてる感じ。うん。で、62ゲームで引きましたと。これが、ビッグだったんですよね。で、ガサン118分の1。いいですよね。乗ってきてますね。で、なんならもうここで浮いたんで、もう帰ってもいいかなって感じなんですよね。うん。で、次のこれが、で、ここを取りたかったんですよね、これね。これなんで取ったかっていうと、この20ね、クレジット内のベース、1000円っていうか、まあ、で、まあ、1000円じゃないで、むしろこれ今これ50枚なんですよね。でも、くれないだから。でも、ここ、っていうか私知らなかったんだけど、これ後で言おうと思ったんですけど、46枚。今、1000円で46枚貸しまれてたんで、前47枚だったんだけど、46枚貸しになってて、へーって、ね。
ちょっとビビったんですけど、全然あの終わった後に気づきました、換金の時に。うん。まあ、全然最近、もう1年近く打ってなかったからね、パチンコパスを。で、まあ、20しか回らなくて、あ、これやめときやなって。なんならここで即やめしてもパーンってやってもいいんですけど、まあ、合算いいじゃないですか、結構。まあ、ただ、まあ、1680しか回ってないんですけど、まあ、合算悪くないし、なんならまだビッグ寄れるかななんて、しかもね、打ってんのファンキーなんで、こっからワンチャン高設定挙動するんだったら、まあ、結構ビッグレーンまだ見れんじゃねえかななんて、ちょっと欲を出しまして。うん。ただやっぱり最初さっき60に回ったんで、そのせいもあって全然回らないのか、釣りあたり来るかな、本当に回んねえやと思って、でその回してる間も結構ブドウも落ちなくて、ちょこちょこブドウの落ちは体感なんだけど、数えてないんだけど、なんとなく体感ブドウの落ちもいい台だなと思っててはいたんですけど、まあ言うてですね、でそれで138でやめ即やめって感じですね。まあこれ人によってはもったいないって言うかもしれないですけどね。ただまあ1700しか回ってないですよ。1798。これ元いくつでしたっけ、元が400いくつだったっけ。まあ自分で1300、1400回した感じだけど、まあそれでもまあ、そこそこ持って帰れたんで。これ138即やめっすね、私としては。ちなみにまあ帰り際に見たんですけど、まあ、あの未練が残る人は見ない方がいいんだけどね、自分が打った台。まあ私はむしろ出てたら出てたでいいやと思えるし、まあそれも多分その心構えも大事だよね。自分が打った台を人に出されてたら、うわーってなる人は絶対見ない方がいいと思いますけど、私はまあ、その後の挙動が気になるからって言って、まあデータ見れるお店だったらね、後でなんかその、なんか、ね、スマホとかからでも見れるっぽいんですけど、私そういうのはもう今やってないですよね。昔はガチの時はなんなら全部足で見に行ってましたけどね。閉店と開店全部データ取るみたいなね。よくやってましたよ。ガチな時はね。データ野球じゃないけどさ、なんかデータ野郎だったんで。まあ、オカルト要素も結構あったけどね。それでも結構、やっぱ勝率に結びついてたんで無駄ではなかったかなって感じです。まあ、最終的に6の8、14出して。まあ、ね、128分の1。で、出玉が、こんな感じですね。はい、862枚で、私これで、ああまあこんなもんかって思ったんですけど、ここで登場するのがこれですね。私知らなかったんですけど、今って46枚貸し、前は47枚貸しとかになってたんですけど、やっぱ増税の関係で、多分2019年10月だったっけあたりですよね、増税があったのが。そのタイミングでなんと46枚貸しになって、で1枚が逆に言うとメダルが 21.73円になった。10日のお店はね、10日だったら前20円だったんですけど、20スローって。で、今 21.73 スローっていうらしくて。で、これに、まあ、46枚貸しかけると、まあ、こうなるわけですよ。999.58枚と。っていうね。だから、まあ、実質1000円なんですけど。で、結局でも、俺で862枚あるんで、まあ、余りが出たんですけど、まあ、850枚ですよね。大体、計算するところ。というわけで、まあ、このぐらい。まあ、ここのもっと乗ってますよね。まあ、185ぐらいね。この辺はちょっとぼかしておきますけど、お持ち帰りしてきました。というわけで、まあ、ね、10K 投資したんで、10K 投資の、回収が 18.5K なんで、まあ、プラス 8.5K というわけでね、イエス。まあ、一応、まあ、全然、まあ、あれなんですけど、ただ、まあ、打ち込んだのがね、2時間なんで、まあ、2時間って考えたらね、まあ、全然っすね。まあ、時給、4K ぐらいですかね。まあ全然久しぶりにジャグラーも楽しめたんで、何よりっていう感じでしたかね。で、余ったのはお菓子もらってきました。はい。結構このお菓子好きなんですよね。結構こういうところでしか何も自分で買わないから、まあうまい棒は最後の1ポイントぐらいなんだけど。なんかしかも、なんかこの、なんていうのかな、交換コーナーがさ、前はなんかね、結構店員さんに選んでもらったりとか、あとは自分で、あとなんか人が並んでる時にさ、パワーって選ぶのめんどくさかったんですけど、なんかバイキングシステムに変わってて、なんでバイキングで自分でその、なんかバイキングコーナーからそのポイント分だけ自分で袋に入れて持って帰っていいってやつで。ただね、私の前にいた人がものすげえいっぱい詰めてってたんだよね。これ大丈夫かなと思ったけどね。すごい、なんていうかもう、お客さんのモラルに任せてるんだなっていう感じ。特に見張ってる人もいないから、その気になればめちゃめちゃ袋詰めできるからね。まあわかんないけどね。出玉をあえて、その、減らしてもらって、あまりに持ってって、あまりでいっぱい持って帰った可能性もあるから何とも言えないんだけど、
ビビるぐらい詰めてたからね、ガサ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 って言って、おい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 って思ったけど、うん。で、結構逆にお菓子も、お菓子とかもそうだし、なんかね、飲み物をその場でもらうか悩んだけど、まあ、私はね、結構、お昼ご飯結構お菓子主食にしてるんですよ。まあ、ちょっとほんと、つるまむ程度にしてて。うん。なんでまあ、それでいいかな、今日のお昼ご飯の、まあ、足しにしようかな、みたいな感じでこれ持って帰ってきたんですけど。うん。いやー、でもね、久しぶりに楽しめて何よりでしたね。というわけで、まあ一応プラスで終わりました。まあ一応、せっかく行くからにはね、私も一応元、まあプロとは言わないですけどね。まああと、ちなみにそうだね、プロっていうか、まあその感を出さない感は出してますけどね。うん。結構そのお店、プロお断りみたいなことを一時期言ってたらしいからね。てか、言ってました。できた当初は。うん。特にパチプロとか軍団とかはお断りみたいなのがあったんで、パチプロっていうかパチンコの方かな、どっちかというと。うん。結構うるさい店ではうるさいんでね。で、私も適度に親父打ちしてるのも実はそういうとこもある。なんかずっとなんかちゃんと目押ししてると、なんかね、っていう風に見られがちなところも、まあそういうのはあんま気にしてもしゃあないところはあるかもしれないけど、だただ、まあ私、あとはオカルトも込みでね。やっぱ、どっちかというと、やっぱ、なんですかね、本当ね、不思議なんですけどね。ずっと、こうやって目押しして、チェリーサポートしてる時は、あんまりペカらなくて、もう、ベベって、こう、目を、なんか、親父打ちし始めると、ペカったりとかね。割とありますからね。これ本当オカルトなんですけど。特に、ビッグ引いた後とかね、ビッグレーンとか狙いたい時とかは、ワンチャン、なんか、バババって、なんか、テンポよく、親父打ちしてると、意外とペカりますけどね。まあ、それは、まあ、いろいろタイミングとか、データ的に私は来るなとか思ってるところもあるんですけど、まあ、波理論とかいろいろありますけど、はい。というわけでね、今回は、ファンキージャグラーを楽しんできました。まあ、楽しかったですね。正直、打ちたい台はね、一応あったんだけどね。一応ね、新しいガレーゼロとか出てて、あれ打ちたいんですよね。てか、昔、前のね、大泉さんが出して、今回も大泉さんかな、多分、のガレーゼロはすっげー好きで、めちゃくちゃ面白くて、あれはね、ほんと大好物なんでね、でも多分絶対あの感覚じゃねえんだろうなって思って打てなかったっていうのもあるし、あとは、やっぱりガチで、ちょっと勝ちに行くっていう体でやってるんでね、あくまでも金策というか資金稼ぎに出かけたんで、まあ、勝つか負けるか分かんねえだよ、打つわけにいかねえかなって、全く分かんないだよ、打つのは怖いですからね、もしくは戦国乙女系あればワンチャンかな。まあ、戦国乙女系結構打ってたんで、ただまあ西国はもうだいぶ検定切れてるとこ多いと思うから西国打てないんでしょうね。まああれば戦国乙女2か、もしくは戦国乙女2の A スロっていうか、まあ A か A プラス。まあ打ったことないですよね、A とか A プラ。まあちょっとね、あったんですけど、もうずっと打ってる人がいたから打てなかったんですけど。いやー、まあその辺で、あんまり打ちたい台じゃなくてね、まあ打つとしたらあと外旋とか打つかどうか、結構強そうだったから、空いたらワンチャン打とうかなと思いましたけど、まあとりあえず今日はね、様子見なんでね、とりあえず一応、様子見してきました。ただ、あと様子見といえばね、これ、上の方見れればわかると思うんだけど、ついてないですよね。しかもこれ今日日曜日じゃないですか。で、その前日ってことは土曜日ですよね。全然、これ、前はね、このお店、あれなんですよ、ほんと結構強くて、ジャグラーなんかはほとんど全台いつもフルで動いてたんですよね。まあ私が言ってた数年前とかになるんですけど。ジャグはもういっぱいあって、だから夕方とか夜以降ジャグラー行けば大体強い設定わかるから、強い台空いたらそこ座るだけで稼げたんですよね。そういう簡単な稼ぎ方もあったんですけど、逆にもう全然データ見えねえから、設定もなんとなく見えないし、まあ確かにジャグラーの設定本当にね、最初に言ったみたいに難しいんですけどね。結局強そうだなと思って打つじゃないですか。全然だからね。私なんかは自分で打って、自分で2000枚か2500枚出したんですけど、それ全部飲まれたことありますからね。まあ、だからたまたま強かっただけなんだね。たまたま連チャンしただけで、その後クソ雑魚になっちゃって。おい、2500枚全部吸われたんだけど、みたいなさ。マジか、みたいな。まあ、ちなみに私のジャグラーの最高記録は、6000枚ぐらいかな。でも夕方から行って6000枚だからね。それすごいよね。ずっと鉄板しちゃったんだよね。だから朝から打ってればまんま行ったんだろうなって感じですけどね、その台。実際すげえ強い台で。夕方から打ち込んでも全然伸びるっていうのがあったんですけど。まあ、ジャグはそんなもんすかね。一回ジャグラでまんまとか出してみたいんですけど、もう今きついかな。まあ、まあ言うてまだこの辺のマシンはあるんで、まあ出せるかもしれないけどね。まあ、ただそういうやつやんないかな。実際この台も正直言うと、まあ時間もあったから、まあもうちょっと打ち込んでもいいかなと思ったんですけどね。まあワンチャン上の可能性もちょっとだけ濃厚じゃないけど、まあちょっとだけ見えてきたからね。まあただ怪しいとこがいっぱいあったから、あれなんですけど。まあただ、張り付いてもねっていう。あとは、やっぱタバコ臭い。まあそんなに逆に言うと人が少なかったから、タバコ臭いのはあんまり受けなかったですけどね。てか、私の左右
右隣左隣に座る人がいなかったんで、うん、で隣からブワーってタバコ吹かされるのが一番きちいんで、てかタバコ吹かされるっていうか煙をずっとなんかこう向けられてるのがきちいっていうかね、はい、なんかそういう状態もなくて結構快適に打てたんで今日は良かったですかね。うん、というわけで次回は2月22日に一応また行ってこようと思います。とりあえずこの2月2日分と2月22日で今月の支払いとか、もろもろ、まああと浮いたらね、なんか浮くことはないと思うけどねまあ2月の動画の再生数とかにもよりますけども、まあ何か還元できたらなんて思いますけど、まだ全然なんですよね。もうちょっと待っていただけたらかなって感じですけど、まあでも本当にちょっとしたもんでもいいから、でもなんかやりたいよね。うん、毎月例えばもう1000円分のアマゾンギフト券とかでもいいんだったら、そういうのでもやっていこうかなってちょっと思うんですけどね。ただあんまりさ、なんかそういうプレゼント企画みたいのでさ、なんか釣ってるとか思われたくないんですよね。でそれ一応ほら禁止行為でもあるんで、まあ、それはちょっとね考えていきましょう。まあ何かしらあればということで、でそんな感じで今回この辺でお疲れ様でした。まあ無事に勝てて何よりということで、ではでは。